ちょんちょりん、皆さんこんにちは。劇団ポポポポンポの座長を務めます、あさってから来た美少女安西しおりチャンネルへようこそ。チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。劇団ポポポポンポ、はい、というわけで始まりました最新中国映画法第6回目。今回ご紹介する最新中国映画はチューバオ、直訳しますと暴力を取り除くという意味のタイトルで、1990年代の中国を舞台に熱血刑事とその刑事チームが凶悪犯罪を繰り返す犯罪集団大高団を追う警察犯罪アクション映画です。香港出身の脚本家として多くの映画脚本を手掛けてきたユーハオリャンが監督を務めています。本作が監督2作目。男らしい役どころの多いワン・チェン・ユエンが熱血刑事を演じ、香港出身2枚目俳優ウーエンズーが2004年のシンポリスストーリー以来16年ぶりに悪役である殺人強盗団のリーダーを演じています。香港出身の監督作品ということで本格的な犯罪アクションとなっています。あらすじ、1990年代初頭が物語の舞台になっています。転勤をしてきたばかりの熱血刑事ジョン・チェンですが、転勤初日にシャッターが閉まっている宝石店で強盗が行われていることにすぐに気づきます。そして強盗団を捕まえようと行動に出ますが、逆に強盗団に捕まって車の荷台に詰め込まれてしまいます。これが熱血刑事ジョン・チェンと強盗集団大高団のリーダージャン・スンとの出会いとなるわけですが、ジョン・チェンは大高団のマスクを頭にかぶせられ車の荷台から投げ落とされまして、追いかけてきた警察パトカーに犯人と間違われてしまいまして、大高団はそのまま逃走していきます。そこからジョン・チェンと大高団との激しい攻防戦が始まります。大高団は警察を嘲笑うかのごとく計画的かつ頻繁に強盗を繰り返していきます。ジョン・チェン率いる捜査チームは犯人たちの手口を粘り強く分析していくことで大高団を追い詰めていくことになっていきます。これが大体のあらすじです。犯罪チームがどのように計画を立てて実行するのか、また捜査チームがどうやって犯罪チームを追い詰めていくのかが非常にテンポよく明快に描かれていき、アクションシーンも迫力満点でこれぞ犯罪アクション映画という感じがしました。舞台が90年代ということもあって衣装や髪型、車や街並みなども非常に雰囲気が出ていたなと思います。当時香港映画で大活躍していたチョウ・ユンファが出演している映画がビデオ店で放映されているというシーンがあったりで、そういう意味では90年代の香港アクション映画をオマージュしている部分もあるかなというふうに感じました。熱血刑事ジョン・チェンを演じたワン・チェン・ユエンは男らしい役を演じることが多くて、戦争映画やアクション映画への出演が多い印象ですが、狙った獲物は逃がさないという執念深い刑事の役が非常にマッチしていました。強盗集団のリーダーを演じたウーエンズーですが、衣装や髪型、そして彼の目力もあってですね、何を考えているかわからない怖さを持った触ったら切れそうな凶悪犯罪者の感じがすごく出ていまして、最終的にはこの2人の対決シーンがあるんですが、2人とも存在感あるキャラクターを熱演していたと思います。この映画、物語、ストーリーの運びですとかキャラクターデザインやアクションシーンなどとても素晴らしかったんですが、全体を通しての印象はとにかく完全懲悪で、すごく簡単に言ってしまいますと犯罪集団が凶悪犯罪を犯して刑事たちが最終的には捕まえるということで、見終わった後のメッセージ的なもの、観客の心に何かこう残して考えを巡らすっていうような、そういったものはあまり感じませんでした。もう少しこう主人公の内面ですとかプライベートな出来事や葛藤みたいなもの、感情の揺れみたいなものを見たかったなっていうのが率直な感想です。最新中国映画ももう一つ、この映画、衣装や髪型、あと登場する車ですとか街並みとかで90年代が舞台なんだなっていうのはすぐ分かるんですが、映画を見始めた時にもしかしたらこの映画過去のパートから始まって10年後20年後になって現在のパートに変わっていくのかなっていうふうに最初思ったんですね。ですが結局は1990年から94年までのお話だったんです。それでどうしてわざわざこの年代を舞台にしたんだろうっていうのが少し疑問に思ったところなんですが、映画の最後に出てくるテロップ説明で合点がいきました。そのテロップでは91年から96年までの間に中国では1万件以上の凶悪犯罪が起きていたということが示されます。ただその後96年に凶悪犯罪への刑罰が厳しくなって、まあ、極刑ですよね、死刑にしちゃう、そういうことがあって犯罪件数が激減したと。
ですからそれ以降中国は現在もこんなに治安が良くて安全ですよっていうことがですねテロップで説明されるわけです。映画が終わった帰りですねエレベーターでですね同じ階を見た男女のカップルと乗り合わせたんですね。その時にその彼女の方があれこれ90年から96年までの話だっけ、え最後犯人いつ死刑されるんだっけみたいなことをこう彼氏に聞くんですけど、彼氏の方もなんだどうだったっけねとか言ってるんで、私の方であこれは物語は90年から94年の話でしたよねと、で96年から刑罰が厳しくなったんだよねっていうことをお伝えしたんです。あそうだったそうだったとか言って帰っていったんですけど、つまり極端な言い方かもしれませんが、この映画を見て何が残るかっていうと、昔はあんなに凶悪犯罪があった、5年で1万件もあったわけですよね。ですけど96年から刑罰が厳しくなって、こういった凶悪犯罪が少なくなりました、今はとても治安がいいですよっていうことがですねこの映画を見終わった人の心に残るメッセージ情報なんですね。映画というのはもともと情報を映像で届けるという意味合いも強くて、特に中国では教育的側面が映画にはあるんだっていう考えが残ってますから、社会や歴史の描き方表現にも制限がありますし、脚本や編集に対する検閲というのが今も行われています。そうした観点から見ますと、この映画チューバオは骨太な犯罪アクション映画でしたけども、ただただエンターテインメントとして描かれるだけではなくて、そこに中国の法律が変わって治安が良くなったんだよとか、そういう教育的宣伝的な情報が添えられた作品になっているということなんです。物語自体にそこまでメッセージがなかったので、最後のテロップの教育的な説明が際立って心に残ってしまったのかもしれませんが、ハラハラドキドキドンパチやってスカッとする犯罪アクション映画が大好き、90年代の香港アクション映画が大好きという方にとってはですね、この映画とてもおすすめの作品です。はい、というわけで最新中国映画法第6回目はチューバオコートインタイムをご紹介してきました。最後までご視聴ありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではそろそろ明後日に戻る時間となりましたので、今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。さようなら、チョリーン。